AWS ブラックベルトオンラインセミナーへようこそ本セミナーでは AWS クラウドトレイルの基礎編と題しまして AWS クラウドトレイルの基本的な機能役割とその機能の一つであるクラウドトレイル小跡についてご説明いたします本セミナーはクラウドサポートエンジニアのヨゴが担当いたします 私は今回ご紹介するクラウドトレイルをはじめとしたセキュリティに関連する AWS サービスの技術サポートを行っております。よろしくお願いいたします。AWS ブラックベルトオンラインセミナーは、サービス別、ソリューション別、業種別などのテーマに分け、Amazon Web s e r v i c e Japan 合同会社が提供するオンラインセミナーシリーズです。 本セミナーの内容の注意点ですが、本資料では資料作成時点のサービスの内容及び価格についてご説明しております。最新の情報につきましては、AWS 公式ウェブサイトにてご確認ください。もし、AWS 公式ウェブサイト記載の内容と相違があった場合には、AWS 公式ウェブサイト記載の内容を優先とさせていただきます。 本セミナーの概要です AWS を利用した際のログをどのように確認できるか、またどのように保存・管理をすればよいかお困りの方いらっしゃらないでしょうか。AWS クラウドトレイルは、AWS 内のアクティビティをログとして保存するサービスです。クラウドトレイルの主な機能はログの保存ですが、そのログから IAM ユーザーがどのように AWS サービスを使っていたか、 という棚漏しやまたた操作が失敗した際のトラブルシューーティングにも活用でできるサービスです本セミナーでは、まず、クラウドトレイルがどのようなサービスであるかということ、また、ログの保存のために必要な小石について解説します。本セミナーでは、クラウドトレイルの基礎ということで、クラウドトレイルがどのようなサービスか、 をご存知でない方であったりまたログを保存するサービスということはご存知であるものの実際にクラウドトレイル小石をご利用でない方を主な対象としております本セミナーではゴールとしましてまずクラウドトレイルがいかに重要なサービスであるかということを知っていただきまた実際に使っていただく第一歩としてクラウドトレイル小石のご利用方法をご理解いただく というところをゴールと考えております。本セミナーのアジェンダです。まずはじめに AWS クラウドトレールの基本的な内容についてお話をした後、機能の一つであるクラウドトレール消跡について解説をいたします。最後にクラウドトレールの料金に関してもご説明いたします。それでは AWS クラウドトレイルの基本的な内容についいて説明をいたしま,すまずはじめに AWS クラウドトレイルとは何かについて説明をいたします AWS クラウドトレイルは AWS アカウント上のアクションをログとして記録する AWS サービスすなわち AWS 用のログを記録するサービスとなります主な機能としましてはクラウドトレイルイベント と呼ばれる AWS 上の操作のログの記録がございますが、これだけではなくて、そういった記録を AWS マネジメントコンソール上で表示したり、またログの保存、ログの検索といった機能がございます。では、このクラウドトレイルがどれだけ重要なサービスであるかという点を、ユースケースも交えてお伝えしたいと思います。まず これはログという観点では共通することではあるんですけども、AWS 上で誰がいつ何をしたかという点を把握できるということは、システム運用の面では非常に重要なポイントだと考えています。クラウドトレールでは、AWS 上のログ、すなわちクラウドトレールイベントというものを通して、こういった情報を得ることができます。そして、運用上で重要なユースケースとして、例えば、監査や 事後調査といったものがあるかなと思うんですけども、そういったユースケースに対して、クラウドトレイルは必要なものとなります。例えば、セキュリティの侵害が発生した場合に、クラウドトレイルを通して、どのような操作をされたかといったような確認や影響範囲を洗い出すことが可能になります。さらに、トラブルシューティングにもクラウドトレイルが活用できます。例えば、AWS マネジメントコンソールや、 AWS CLI でエラーが発生した場合に、その具体的な原因を調査する際に、クラウドトレールイベントからエラーメッセージというものを確認いただくことで、その原因が特定できる場合がございます。さらに、お客様のガバナンスという観点でも活用いただくことができます。クラウドトレールは、あらゆる操作の履歴が記録されておりますので、お客様にて、例えば禁止されたい操作が、 あるような場合に、その操作が万が一されているということがあれば、それをクラウドトレイルとその他のサービス、例えばイベントブリッジといったような通知用のサービスを利用することで、アラートを発報するといったようなことも可能になります。なお、こういったご利用いただく上で、1点注意いただきたい点があります。それは、クラウドトレイルはデフォルトでは有効になっていますが。 記録されているイベントは過去90日間のイベントのみになります。さらに、記録されないイベントというものもあります。なので、こういった運用上の重要なポイントでのご利用をされたいといったような場合は、ログの保存の観点から、クラウドトレイル小石と呼ばれるリソースの作成をいただくことを推奨しています。なお、この小石については、後ほど詳しく説明いたします。 それでは、クラウドトレイルのサービスの内容について説明をしていきます。まず、AWS を操作する際の内部の挙動について簡単に説明いたします。AWS をご利用の際、AWS マネジメントコンソールや、AWSCLI、SDK、またその他のサービスなど、さまざまな形でアクセスをすることが可能です。 しかし、これらはフロントエンドであり、実際にはすべて共通して API へのリクエストを送っています。そして、クラウドトレイルでは、ほとんどのサービスのほとんどの API についてイベントを記録します。一部記録されないイベントもありますのでご注意ください。また、そういったイベントについては、クラウドトレイルではなく、 記録対象となる各サービスのドキュメントに記載されておりますまたサービスの特性によって保存が望ましくないために保存しないというものもあります詳細はここに記載している URL を参照してくださいまたクラウドトレイルでは API リクエストによって直接トリガーされない一部のイベントすなわち API ではないイベントも記録します その中でも、AWS マネジメントコンソールへのサインインの試行については、お客様の AWS アカウントのご利用状況を把握するためにも重要な情報の一つですので、サインインが記録されるということを覚えておいていただけると幸いです。ちなみに、クラウドトレイルでは、こういった API リクエストなどの AWS アカウントのアクティビティの記録のことを、クラウドトレイルイベントと呼んでいます。 なお、クラウドトレイルはリージョンごとのサービスになります。このため、AWS マネジメントコンソールのクラウドトレイルイベントを確認する際は、そのリージョンでのイベントのみしか記録されないといった点に注意が必要です。例えば、リージョンごとではないグローバルサービスとして IAM があるんですけども、IAM についての記録は、東京リージョンをメインで使っている場合であっても、東京リージョンではなくて、バージニア北部リージョン。 に記録されますのでこのでこ点ご注意くださいまた、その他の注意点としましては、ログを保存する設定である小石についても、リージョンごとに有効化が必要ということです。ただ、こちらはですね、AWS マネジメントコンソールより小石を設定する場合は、マルチリードの小石というものが手頃で設定されますので、特に意識していただく必要はございません。 クラウドトレイルでは、ログ、すなわちクラウドトレイルイベントの記録を起点として、こちらに記載されている4つの主な機能の提供をしています。1つは、ログの表示、イベント履歴という機能になります。こちらは、特にお客様にて設定する必要はなく、デフォルトで有効になっています。しかし、記録されない種類のイベントがあるという点と、さらに、 90日間のイベントしか保存されないといとう点に注意が必要です次に、ログの保存と保護について、クラウドトレイル消跡という機能があります。クラウドトレイル消跡では、S3 バケットやクラウドウォッチログスにログとしてイベントを保存することが可能です。また、イベント履歴では記録されないイベントを任意で保存することができます。 さらに、保存期間も任意に決定することが可能です。次に、ログの分析や詳細な調査を行いたい場合は、AWS Cloud Trail Lake という機能があります。こちらは、クエリー検索をすることが可能な形でイベントを保存するというものです。このため、Cloud Trail の膨大なイベントから 特定の条件のイベントを抜き出したいであったり、統計的な分析を行いたいといったニーズに有用なものです。最後に、異常検知になります。これは、AWS クラウドトレイル・インサイツという機能になります。こちらは、例えば、特定のイベントが急増したり、急にエラーが増えたりといった通常とは異なる状況というものを、 クラウドトトレイルイルベントを分析して、自動的に検出すす。ることが可能なものでございます用途としては、運用しているシステムの異常な状態を検出することに利用することができますので、システム運用に一役買う機能かと思います。次は、先ほどの繰り返しになってしまいますが、クラウドトレイルイベントを記録する方法という切り口で各機能を比較したいと思います。 一つはイベント履歴ですこちらは、特にお客様にて設定する必要はなく、デフォルトで有効化されているものです。こちらは、クラウドトレイルイベントの保存先は、クラウドトレイルサービス自体となります。注意点として、管理イベントと呼ばれる種類のイベントのみが記録され、記録されない種類のイベントがあるという点と、過去90日間のイベントしか保存されない。 という点に注意が必要です。このため、ログとして長期にイベントを保存されたい場合は、小石という形でイベントを保存する必要があります。クラウドトレイル小石では、イベントの保存先は S3 バケットになります。オプションとして、クラウドウォッチログスに保存することも可能です。こちらは、 イベント履歴では記録されない種類のイベントを任意で保存することが可能です。さらに、保存期間も任意に設定することが可能です。このため、S3 バケット側で特に保存期間の設定をしていなければ永続的に保存することになります。なお、この小石の設定はログ保存という観点では、 必ず皆様に設定いただきたいものでございますので、次のページから詳しく説明をしていきます。そしてもう一つ、クラウドトレイル・レイクという機能も紹介しました。こちらは最大の特徴がクエリ検索が可能な形でイベントを保存するというものです。こちらはイベントの保存先はイベントデータストアと呼ばれるものになります。このため このイベントトデータストアを設定いただく必要があります。今回はクラウドトレイルレイクの詳細の説明は行いませんがこの上のクラウドトレイル小石にフォーカスをして説明をしていきたいと思いますそれではここからはクラウドトレイル小石の設定方法や小石の保護の機能について説明をしていきます まずは、小跡でどのようなイベントをログとして保存可能かという点を見ていきます。先にお話ししました通り、クラウドトレイルイベントには複数の種類があります。ほとんどの操作のログについては、管理イベントとして記録されます。そして、データイベントというイベントがあります。こちらは、データプレーンの操作履歴、 という位置づけですが、例えば S3 オブジェクトの取得やアップロードといったものが該当いたします。このデータイベントは、お客様のシステムの状況によっては、大量に記録されうるイベントが含まれているということに注意が必要です。もう一つ、インサイトイベントがあります。こちらは管理イベントやデータイベントとは異なり、クラウドトレイルの機能の一つ、 クラウドトレイルインサイツによって検出されたものがインサイトイベントとなります。次に、そのようなイベントがいつ保存されるかという点を見ていきましょう。S3 パケットへのイベントのログの配信はリアルタイムではありませんが、通常5分以内の配信のため、遅延はあるものの、 リアルタタイイムに近いい。ミングとお考えくださいもう一つのポイントは、イベントの記録タイミングごとではなく、約5分ごとにログをまとめて配信するという点です。データイベントを有効化している際、S3 バケットへの書き込み操作のログをデータイベントとして保存し、またその操作がデータイベントとして保存されるといった、 無限ループをごの方もいらっしゃいますしかし、実際にはこのまとめて出力するという性質によって、緩やかなループは発生しますが、無限ループで大量に記録されるということは発生しませんので、ご安心ください。それでは、クラウドトレイル小石をどのように作成するかを見ていきます。こちらは AWS マネジメントコンソールでの例になります。コンソールからの作成では、書籍名を入力し、保存先の S3 バケットの設定をすることで、簡単に書籍を作成することができます。保存先の S3 バケットは、既存の S3 バケットを使用することも可能ですが、新規に作成する場合は、クラウドトレイルイベントを保存するために必要なバケットポリシー も設定されますこのため特に既存の S3 バケットをご利用するといったご要件がなければ新規に S3 バケットを作成することをお勧めしますまた作成時にはこれ以外にも KMS 暗号化の利用有無、組織内のすべてのアカウントを含めたログを集約するかどうか保存するイベントの種類 といった設定が可能です。小石の保存の流れは、こちらの図の通りになります。S3 バケットを基本として、クラウドウォッチログスへの出力をサポートしています。小石は、S3 バケットの設定がなければ、永続的に S3 バケットに保存され続けます。しかし、 S3 側の機能であるライフサイクルポリシーを構成することで、保存期間を任意に設定したり、長期間の保存の場合は、S3 バケットからグレイシアーボールドに移すといったことも可能です。次に、小石の集約について説明します。お客様の中には、複数のリージョンであったり、また AWS オーガニゼーションズを利用して、 複数のアカウントを運用されていて、そのログの管理が煩雑になるのではないかというご懸念の方もいるかと思います。クラウドトレイルでは、複数のリージョン、また複数のアカウントであっても、ログを一つの S3 バケットに集約して保管できる機能があります。その一つの仕組みとして、AWS ・ オーガニゼーションズの連携がありますオーーガニゼーションズの組織の管理アカウントにて、オーガニゼーションズの統合の設定、具体的にはクラウドトレイルの信頼されたアクセスを有効化という設定がされていれば、書籍を作成する際に、組織内のすべてのアカウントについて有効化というチェックボックスにチェックをすることで、組織全体の クラウドトレールイベントの小石を一つの S3 バケットにまとめて保存し、また設定をまとめて管理することが可能になります。保存先の S3 バケットは、組織の管理アカウントではなく、別のアカウント、例えばログ保存用のアカウントの S3 バケットを否定するということも可能です。ここからは、 の保護についいてて説明していきま,すまず、ログというものは、保存と同時に、保存されたログが削除や改ざんされていないように保護するということも重要な要素になります。例えば、お客様の組織のポリシーや、第三者機関による要件、コンプライアンス要件として、保護に関する要件があることもあります。それ以外でも、例えば、 何かしらの形相に発展した場合、証跡が正しいかどうかを求められた場合、それが神聖なものであるということを説明する必要があります。すなわち、こういった場合に、証跡の神聖性が保証されているという点は重要なポイントになります。ここでいう神聖性とは、すなわちそのものが本物であるということです。の観点では そのログが何者かの操作で改ざんされていたり消去されていない状態にするということとそうであることを証明するということになります。クラウドトレイルではこういった申請性を担保するための仕組みや対策がございますのでそういった機能について説明をしていきます。保護の仕組みの一つが ログファイル整合性検証です。S3 バケットは権限さえあればその内容を変更することが可能です。このため、クラウドトレイルではこういったことがされていないことを示すためのログファイルの整合性検証をすることが可能です。電子署名のメカニズムを使って、書籍がクラウドトレイル以外によって変更されていないことを検証します。この機能は、書籍の作成時に チェックボックスをチェックすることで有効化されますのでご注意ください。なお、この検証には AWSCLI を利用する必要があります。AWS マネジメントコンソールや AWSSDK はこれをサポートしておりませんのでご注意ください。また、クラウドトレールの機能だけではなく、ログの保存先である S3 側の機能能も活用すすることが可能ですまず、最低限のアクセス制限を行う必要はあります。これは、例えば保存する先の AWS アカウントとして、ログ保存用のアカウントを用意して、最低限の人しかアクセスできないといった方法がございます。しかし、そういったことが難しい場合でも、バケットポリシーや IM ポリシーを使って制御することができます。また、例えば、 KMS 暗号化を利用することで、鍵へのアクセス権を持たないユーザーや第三者からの意図しない参照を予防することができます。何らかの要因によってオブジェクトへのアクセスを許したとしても複合できません。それ以外にも、オブジェクトロックやバージョニングといったさまざまな機能が利用可能です。また、 AWS コンフィグというサービスを使って、クラウドトレイル消積に関する設定が適切あるかどうかを監視することもできます。AWS コンフィグは、構成管理と変更管理を行うサービスで、AWS のリソースの設定内容を保存しています。そして、その設定内容を作成したルールに基づいて自動的にチェックしてくれる、コンフィグルールという機能を持っています。 その一部がこちらに記載しているものなんですけれども、ここに挙げているルールは AWS マネージドルールといいまして、AWS があらかじめ提供しているものでございますので、AWS コンフィグでこういったルールを簡易に設定することができます。最後に、クラウドトレイルの料金についても見ていきましょう。ここでは、クラウドトレイル小席。 の料金にフォーカスをしして説明しますまずは90日間のイベント履歴のみであれば無料でご利用できます。一方、クラウドトレイル小石については一部無料、一部有料という仕組みになります。クラウドトレイル小石は管理イベントの小席が1つのみであれば無料でお使いいただけますが2つ目からは有料となります。 また、データイベントやインサイトイベントは1つ目から有料になります。さらに、S3 バケットといったその他サービスの利用量も発生します。注意点として、小石を複数設定した場合は、同一のデータ出力であってもコストが発生します。さらに、データイベントに関しては、 ご利用状況によっては突発的に大量に記録されるということもありますので、想定外のコストが発生するという可能性にも注意が必要です。こういったことが発生しうる場合、クラウドトレイル小石のイベントセレクターという機能や、標石をどのように取得するか、適したデザインパターンを考えることで、コストを最適化することができます。 次のページからそういった対策について紹介いたしますので参考にしてくださいまずはイベントセレクターという機能について説明しますこれはデータイベントに対してのみ利用可能な機能ですが背景としてデータイベントは例えば S3 オブジェクトの読み込みやアップロードのようにデータ量が非常に多くなり場合によっては 料金がが高額になる可能性がありますそういったことを防ぐために、あらかじめログを保存するデータイベントを限定するということができる機能、こちらがこのイベントセレクターになります。このコンソール画面でも分かりますように、例えば S3 のデータイベントであれば、保存対象にする S3 バゲットや、保存対象のイベント名を指定することが可能になります。 次にデザインパターンについてです。これはお客様のご要件にもよるものですが、さまざまな用途でログを保存するために、複数の小石を設定されたいという方もいらっしゃるかと思います。例えば、すでに組織の小石が組織のメンバーアカウントに作成されているが、メンバーアカウント個別の小石が欲しいという場合があります。その場合には 先にも話ししましたように、重複して同じログが保存された場合に、余計にコストが発生してしまうということにご注意ください。そういった場合は、右の図に示したような、一度保存したいログを一つの小石で保存し、そこからラムダ関数等を用いて一部のログのみを抽出する、といった方法で重複を回避することが可能ですので、ご検討ください。 また、意図せず重複した消費石を作ってしまうということも考えられます。例としては、サービスが小石を作ってしまうという例もありまして、これは AWS コントロールタワーというサービスになります。コントロールタワーは、複数のアカウントを安全な環境で構築するというサービスでございますが、このサービスをお使いの場合、 コントロールタワーによって組織の書籍が作成されてしまうので、意図せず2つの組織の書籍が作成されるといったことが起こりえます。それでは最後に全体を振り返りたいと思います。本セミナーのまとめです。AWS は、 サポートするすべてのサービスの API イベントなどを記録するサービスです。記録方法としては、イベント履歴、クラウドトレイル小石、クラウドトレイルレイクの3種類があります。デフォルトではイベント履歴のみ有効ですが、90日間の管理イベントの記録のみという注意点があります。このため、ログの長期保存のためには、 書籍を設定すする必要があります書籍については、マルチアカウントの集約や申請性の確認、また保護の強化といったさまざまな機能があります。また、料金については、書籍はデータイベント、インサイドイベント、また2つ目からの管理イベントの保存が有料になります。もし コストについて懸念される場合は、必要なイベントの選定といったコストの最適化をご検討ください。最後に、クラウドトレイルのセキュリティベストプラクティスも紹介します。こちらは、クラウドトレイルのドキュメントに記載のあるもののうち、ログの保存やログの保護に関する内容を抜粋したものです。 これらの内容は今までご説明した資料に含まれている内容もありますが、クラウドトレール小石の保護のために、こういった設定を行うことをお勧めします。以上、AWS クラウドトレールの役割や機能概要、また機能の一つであるクラウドトレール小石の設定方法や、小石の保護の方法について説明いたしました。本セミナーによって、 まずはクラウドトレールの詳細のご利用をご検討いただければ幸いです。ありがとうございました。